M1400GJ30cm と M900GR129cm 両方とはなんか公式の抽選販売で当たったんで、まあそう両方当たると思わなかったんで予算超えちゃって、まあ某家族から激怒されてますけど、両方33,000円、はい、ちょっと開けてみましょう。しかもねこれ当たってんのが、当たってそういう通知来た時気づかんくて、その時コロナでねホテル療養しとったんですよ。なら俺も忘れとって、家族いきなりねなんか33,000円の着払い来た言うて、ちょっと大騒ぎになって、なんかインチキちゃうか言うて、結局俺がそういうの頼んでたんバレてしもて、普通に33,000円ってアホちゃうかとか言う、まあまあそうなんですよね。そういう逸話がありました。ホテル療養する人ちょっと身辺きれいにしてから行った方がいいと思います。そんな余裕ないか。1400、はい、 USA ですね、メイドイン USA。 1400というかなんか SL2 ラストっていうのかね、なんか木の肩がこうちょっとふっくらしてるっていうかね、先方の方がで、ワイズが D30cm、 足ね28ぐらいなんですけど、本当はワイズがちょっと足ね大きすぎて、なるべく幅が D とかやとなるべく大きい 1cm 2cm 大きいの買うようにしてるんですけど、まあ、これちょっと多少ふっくらしてるのかな。だから SL2 で D っていうとなんか SL をなんとなく思い出して、 SL ってあれじゃん、C とか D ってあれでしょ、 D51 とか C63 とか、C とか D って知ってます、あれ動輪の数らしいですよ。で動輪の数が3つと C で、 で D やったら4つらしいです。だから SL の D ってなんかちょっとね今機関車思い出しましたけど、これなんか1300の後継として発売されたけど、あ発売しようとしてし、なんか無理やったかな、なんか開発期がかさみすぎて。あ、1300ね。ちなみに、1300。うちである1300はちょっと、アジア製の1300やから、こうなんですね、1300。アジア製なんで、だから本家の本当の1300っていう感じにはならんのよ、ちょっと、この、見てください、この。アウトソールがビブラムのこのゴリゴリした感じ、これすんげえ道路歩きにくいですよ。なんかグネグネってしてて歩きにくい。だからのが最初履いた時はほんまに足くじきそうになりました。これはまあ1300なんですけど、ちょっとだいぶチャンスがアジア製なんで、でそれのまあ後継として開発されたらしいんですけどね。1300はなんかなんか外人の有名なデザイナーがなんか何入った時に、なんとかジュニア、ダニエルなんちゃらジュニア、まるで動く歩道の上を歩いとるようやと、なんかそんなこと言うたら、ね、動く歩道って降りた瞬間の脱力感すごいでしょ脱いだらすごいんちゃうかな、脱いだらしんどいんちゃう逆に、むしろ脱いだ時にああよかったんやって気づく靴なんかもしれないですね。スニーカー界のプリウスって言われてるぐらいで1300なんからしいです。まあ、1300結局ああいうアジア製しか履いたことないので何とも言えないですけどね。の後継の1400ということだそうです。やっぱとりあえずこれ1400ね。タグもまあこんな感じでいいよ。ブラックライトなんか当てたらピーってなんですかね。で、置いといて、次、990の方、990。これもね、最初、抽選販売で990もなるってなった時、うん？って思って、画像を見た時、この1400とどうちゃうねと、これですね、1400とどうちゃうねと。
まあね、マニアの形先生はもう990、これも 初代のあれかな、復刻みたいなもんかな、1000点満点で990点、なんかそういうことらしい。それがな、名前の由来らしいんですけど、なんかあの1000点満点何やろ、あのあれ1000点満点の キングオブコント方式空気階段がなんか960かなんかやもんね、なんか相当すごいことね、990って相当すごい、ほぼ満点やん。あの10点の寄り木残して、あけど10点っていうか、あの皆さん大好きなあの996とか、ね、996点やね、あれだから999まで確かあったでしょ。あと1点さ、1000はないんか、1000っていう方は、うん、だからまだあと1点のこの伸びしろ、伸びしろやね、うん、お残しとるみたいですね。でこれ一応初代の復刻か、タグどうなの、こうこうか、タグ、あ、なんかあちょっとレトロな、初代こんなん。だからまあ V1?V2? なんかあのカメラやみたいけど、 V1 バージョン1いう意味かな、なんかそうらしいです。今なんか V5 までいってんの、V5 ってあれ、かかとんとこになんかあの V って書いてて、 V で、あれほんまなんか5らしいね。で V5 って書くとなんか某フォルクスなんちゃらみたいから、紛らわしいからいうことでローマ数字の V みたいなだけにしたというまあ作り話があるんですけど、あの次 V6 か、6とかになった V6、 英語で言うとあれか、なんとかアイドルと被るからまたなんやクレーム入りそう。あ、クレームまあコラボしたらいいんちゃうか、ね、僕らの時代だったらあの仮面ライダーとかの V なんやったっけ、 V8 とかやったらなんか野菜ジュースみたいな感じやから、ね、またコラボ楽しみにしてるでしょ。なんかリーボックがベビースターラーメンとコラボするぐらいだから、まあね、そういう時代も野菜ジュースとコラボ、野菜色みたいなのが出るかもしれないですね。これ990で、さっき言ってたなんかそっくりすぎてようわからん、これね、よ1400でしょ、でこっち990、わかります、この違い、1400990、まあ分かる人は分かんねえよね、全然分からない、全然分からんくせに3万超えのスニーカーを買っちゃうというところは、まあ、ちょっと背景見てもらったら分かるんですけど、あの特売の時とかいっぱい買いたくったらえらいことになってしもて、履かずにどんどん劣化していくというパターンに陥りそうなんですけど、ちょっとハマりすぎたというか、行き着くとこまで行ってこんなん買っちゃったかなというところですよね。これサイドビュー見てみましょうか。こう。わかります？上が990、下1400。どうちゃうねと。ちょサイズ感はあるんですよ。上990は29センチやち。下は30センチなんで、サイズ感ちょっとね、違うんですけど、ちゃう？マニアが、あ、ちゃうわ、いうぐらいで、うん。まあ、デザイン、まあ、そら、多少ちゃうんでしょうけど、履き心地なんかな。うん。右が990、左が1400。こう。なんですかね。履き心地もいいし、紐してへんからちょっとイメージ捉えにくいかもしれんけど、で裏側こうか、あ990、あのビブラムなんで、なんかモニモニよってなんかモニモニよってした感じありますね。右が990、左が1400、うんうん、
右が990、左が1400。わかりますか？からわからん。そういうことや。そうです、1300なんか並べたりし、ちょっと本物の言ったらおかしいかな。なんかメイドイン USA の1300いいですね。なんか次何年、2025年に1回なんか復刻されて発売されるらしいんですけど、楽しみですね。抽選販売なんでしょうけど、といった具合です。なのでよくわからんす。違い、よくわからんす。本人の気分の中で、あ、今日は990入ってんねや、1400入ってんねやっていう感じでしょうね。子供曰くなんか2,000〜3,000円の運動物に見えるとか言う。まあそうそうか、そう、まあそう言われたらそう、ね、まあ自己満足の世界ということで、この違いだそうです。皆さんお気づきになれたでしょうか。では。